どうも、構図です。今回ですけども、徳島ヴォルティスが監督交代に踏み切ったわけですが、吉田達磨氏を選んだ件に思うことということで、徳島ヴォルティスを救いたいんだが救えないかもしれないという話ですね。新潟時代の吉田達磨さんと思うことということで、目次になっておりますが、二段構成でやっていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。新潟の監督をやられてたんですよね。吉田達磨さんというのは、柏の監督、柏レイソル、新潟、アルビレックス新潟、そしてバンフォーレ、バンフォーレと。まあ、その間に海外のね、監督もされてるんですけれども、まあ、J のクラブで言ったら、柏と新潟と甲府が第1期第2期というふうな感じなんですが、新潟の監督吉田達磨さんが就任したのは2016年のことということで、僕はね、アルビサポなので、まあね、古くから見てて、吉田達磨さんが監督された時のアルビも見てるわけですけれども、まあその時の話をしながら、じゃあ徳島は果たして残留できるのかというふうな話をできればと思うんですが、アルビの話をちょっと紐解いていきたいと。そこからちょっとね、前段が大事なので。2012年の途中から2015年まで柳下正明監督、現津江県金沢の監督さんですが、柳下監督がチームを率いてました、アルビレックスはね。主力の引き抜きにもあった中で、晩年は残留争いに巻き込まれ続けたということで、当時の社長、田村貢さんという方だったんですけども、経理畑出身の方で、黒字経営、をし続けたっていうところで、その、経営者としてはあって、てたかもしれない、その黒字経営という意味ではね、ただそのサッカークラブ、プロサッカークラブの運営という面で言ったら、チーム力がどんどん落ちていくんですよ。主力が抜かれていくからね。主力が抜かれてって、その主力級の選手を補充できなかったんですよ。だからどんどんチーム力が落ちていったよっていうのがあって、まあ、結局ね、退任されたんですけれども、2013年に爆発したハイプレスショートカウンターサッカーから2015年頃にはポゼッションを取り入れようとしたものの、ということで書かれてるんですけれども、まあ、柳下監督のアルビ時代の好成績といえば2013年、川又健吾が大爆発した年なんですけれども、それ以外は逆に低迷してて、2012年はまさにね、Jリーグ史にも残る奇跡の残留と言われてる残留劇があったりだとか、2014年、2015年と低迷しました。で、そのハイプレスショートカウンターサッカーから、まあ、主力も抜かれている中で、ボールを握れないとダメだよね、ということで、まあ、ポゼッションサッカーの風味を入れようというふうにチャレンジしたんですが、まあ、それまでに非保持サッカー、そのハイプレスショートカウンターでそのボールを保持しないサッカーに慣れている選手にとってはですね、当時の柳下監督のインタビューでも僕は記憶にまだ残ってるんですけど、まあ、みんなボールを受けたがらないみたいな発言が、まあ、柳下監督のインタビューでもあって、まあ、根本が解決しないまま終了、シーズン終了で退任となった2015年をもって柳下監督が退任されたというふうなところですね。まあ、だからそのみんなボールを持ちたがらない、受けたがらないっていうのが結構問題で、それがね、結構ね、課題感としてかなりあったんですよ。で、柳下監督でうまくいかなかったポゼッションサッカーを植え付けようと招聘したのが吉田達磨さんだったんですね。アルビのフロントが考えました。吉田達磨に白の家を建てようと。当時の日本人監督ではポゼッションスタイルといえば吉田達磨氏と言われるような、ある種のネームバリュー的なものもあったわけですが、まあ実際それなりに強力な戦力を有していた柏レイソルでは結果を出せてませんでした。要はそのネームバリューに反して結果が出てないと。さらに2015年、天皇杯進出が柏レイソルでありまして、2016年の新潟のチーム編成にあまりタッチできてなかったオフシーズンでね、とかの事情もあったと思われますが、吉田さん自身の新潟への合流も若干遅れて始動したと。柏がね、結構シーズン、リーグ終了後もその天皇杯で引っ張られたっていうのがあって、なかなかその新潟の指導に着手しづらかった面はあったのでしょうと。で、チームとしては、まあ、レオシルバ、ラファエルシルバの引き止めに成功したわけですが、まあ、大井健太郎、山本康介、というね、まあ、結構要となってた選手が退団したっていうのは、まあ、地味に痛かったかもしれない。特にディフェンスリーダーだった大井健太郎が抜けたのは結構痛かったのかなと。まあ、代わりの加入は若手やレンタルバックがメインであったと。まあ、一方で、まあ、目玉といったらコルテースだったですね。元セレソンっていう、ふうな話だったんですが、まあ、その白に見合った活躍ができてなかった印象がありますね。ちょっとその、日本のサッカーには合わなかったかなと。レオ・ラファがやっぱ凄すぎたっていうのもあって、まあ、その比較にもなってしまうんだけれども。で、リーグ、開幕で、チームはね、開幕戦コースを勝利したんですが、
まあ、続く神戸戦で 3-6 で敗戦。すげえ失点してんじゃんっていうね。まあ、特にセットプレーの守備が崩壊して失点を重ねることが多かった印象があります。吉田達磨さんのチームというのはね。肝心のポゼッションスタイルについてですが、まあ、横パスバックパスばかりの単調なものが主でしたね。これは未だに覚えてます。なんでそこで縦につけないのとか、もっと前向かないとっていうようなところがかなりモヤモヤするようなサッカーでしたね。それってポゼッションなんですか、ただのボールキープじゃないですかみたいなのが結構あったっすね。で、まあ、2023年のアルビがしているポゼッションサッカー、まあ、今のね、アルベル監督が築いて、松橋監督が昇華させたようなサッカーとは全く異なる性質のものなので、だから吉田達磨さん時代を知らない人にとっては、ポゼッションイコール今のね、アルビのサッカーって思うかもしれないですけど、全然違うもんでしたね。結局、その安全圏のパス回しが多くで、まして安全圏とはいえ、そのボールを受けたがらない選手同士が、お前がボール持てよ、やーい、お前だ、みたいな、そんなパス回しだから、相手のプレスに引っかかった時に、まあ、守備陣が慌ててピンチになると。で、そんな時、助けてくれたのがレオシルバなんですよ。一人で三人分ぐらい仕事して借り取って、まあ、少ないチャンスをラファエル・シルバが決めると。まあ、そんなサッカーを展開していたわけです。まあ、だから当然順位は上に上がらないよね。新潟が望んだスタイルは体現できないままチームは低迷し、レオ・ラファ頼みで首の皮一枚繋がるようなシーズンだったと。吉田達磨さんは途中で解任されたと。いうふうなところですね。まあ、そんな最悪のチーム状況の時に、これ余談ですが、ガンバ戦での岡部拓人出身の大誤審があったのもこの年であると。いうふうなところですね。そして、まあ、バンフォーレも天皇杯優勝という結果を出したものの、中身時代は5バックで引いて豊頼みというカウンタースタイル。まあ、すごい、もう一文で書いたらこんな感じじゃない？まあ、本来吉田監督が標榜するスタイルをしようとして、新潟と同じように低迷したのが第1期交付期。第2期交付期は、スタイルがそもそも違う、まあ、カウンタースタイルになってるし、まあ、強力なアタッカーがいてこそ成り立つチームだったと。まあ、歌がいてこそって感じですよね。まあ、天皇杯優勝は確かに素晴らしい成績ですが、中身を見たら結果ほど評価できないのかなと。まあ、リーグでは18位でしたから。で、J2 は残り11試合。徳島は現在ギリギリ降格圏から脱出したわけですが、降格圏と勝ち点差1位の33、21位の山口が32位ですから、全く安全圏じゃないと。そこで吉田達磨さんの就任、まあ、ラバエフさんの解任と。まあ、おそらく本来目指したいポゼッションスタイルを残り試合で展開するのではなくて、まあ、天皇杯優勝時のカウンターサッカーで実質トーナメント的に残り試合を消化するのが現実的かなというふうに思われるわけですが、吉田監督のコメント、徳島の皆さん、また徳島ボルティスを応援してくださっている皆さん、監督に就任いたしました吉田達磨ですと。残り11試合、まずは全力で残留を勝ち取りに向かいます。皆様と団結をし、最後まで戦い抜きましょう。どうぞよろしくお願いいたしますと。まあ、このようなコメントしてるので、おそらく現実路線、まあ、カウンター、まあ、ちゃんと守備ブロック形成して、勝ち点積み上げるっていうサッカーになるんじゃないかなと思うんですが、社長さん、岸田社長さんは、吉田監督の志向するサッカースタイルが徳島のスタイルに近いこと、天皇杯で優勝に導いたなどから総合的に判断しましたということで。まあ、一方で、まあ、徳島といえばね、李家超からね、ポヤトス監督、ラバインさんと続いたスペイン路線。まあ、いわゆるポゼッションサッカー路線の継続も示唆してるわけですよね。もう、河本ヘッドで良くないと思うけどね。もう今、河本さんヘッドコーチにいない、もしかして。果たして、まあ、現実路線に舵を切るのか、ラバイン監督が延長線上なのか、それも注目であると。だから、吉田達磨さんのコメントと、岸田社長のコメントが若干相反してるっていうのがちょっと気になるところではあると。もし吉田監督でポゼッション思考色を強く出すのであれば、ディフェンスラインで横パス、バックパス、まあ、ボランチに入るだろう白井選手や中木選手がずっと横パスするみたいな展開になってしまうのかなと。加えてセットプレーからの失点の心配が増えてくると。だから横パスばっかりしてても何も意味ないですよねっていうサッカー。だし、その横パス取られてカウンター食らえますよねというサッカー。守備大丈夫ですかというふうなところ。まあ、甲府は天皇杯制したものを当時リーグでは18位と低迷しているので、天皇杯優勝の成績をみんなちょっと、ちょっと重要視しすぎてないかというふうに個人的には思ってます。結局吉田達磨さんはね、やっぱりリーグでは勝てない。そういう方なんですよ。当時の甲府でリーグで低迷しているわけなので、現在の徳島で吉田監督就任は結構積んでるかなと。積みという状態かなと。個人的には見てます。もう降格枠決まったかなぐらいに思ってますね。一枠。なんで吉田達磨呼んだのっていうぐらい。
もう徳島はちょっと覚悟を決めなきゃいけないのかもしれないぐらい、うん、第2期甲府時代のカウンターセールにしたとしても付け焼き場で結果が出るだろうかと。ラバイン監督路線継続であればなおさら守備面 の懸念は発生すると。どっちに転んでもいい結末が見えないと僕は思ってます。うん、結局なんだろう、アルビの時、アルビに吉田監督が来た時に成績悪かったからこんだけ言うじゃんって思うかもしんないけど、実際別にアルビ以外のクラブでも結果出てないから、 J クラブでは。そうなんですよ。まあそして、まあ決定的なのはあとは勝負したる面が弱い。そう、勝負強さがないのです。これはね、戦術の落とし込みとかそういう、なんだろう、そのもの、試合中の采配も含めてだし、まあ采配の部分も多いのかもしれないけど、なんかそういう勝負強さがないのよ。11試合で残留まで持っていく勝負強さが期待できないことと、単調なパス回しに終始すること。森海斗が果たして当時の宇高ぐらい、甲府のね宇高ぐらいの得点力を発揮できるのかと。まあ実際森海斗選手はJ2 得点ランキング4位と、まあ好調ではあるわけですが、守備が持ちこたえられるかどうか。まあ実質日本人フォワードでは1位なんですよね。エリキと誰だ、ファンマで、渡辺亮、森海斗の順だからね。渡辺亮はもう移籍しちゃったから。で、ゴールキーパースワレス選手は素晴らしい選手ですが、それだけでどうにかなるようなものではないと。まあ、それが残留争い。キーパーだけでなんとかなるレベルじゃな、で、なんとかなるレベルになってこないのが、残留争いなんですよね。個人的にはかなり厳しい状況かなというふうに見てます。はい。だからね、大宮、山口、金沢、徳島、っていうのが今下の4チームですけど、これで徳島ってなったらあと1枠どこなんみたいな風な感じにもなる。いやだからなんで吉田達磨なのと、河本ヘッドでいいじゃんねえ。そう、あとはまあそのなんだっけ、朝のニュースのコメント来てましたけど、片野坂さんとか呼べなかったのかなとか、うん、同じね、そういう風なボール保持スタイルで言ったらさ、だけど本当に吉田達磨さんは業界の中では受けがいいんでしょうね。だし多分そのこんだけ結構その吉田達磨さん就任に関して結構きついこと言ってますけど、多分吉田達磨さんの人自体、人間性は素晴らしい方なんだと思う。なぜならやっぱり育成年代で結果を出してる方だから。だからその育成アカデミーダイレクターとかさ、その U18 監督とかをさせればいいんじゃないかなと思うんだけどね。なぜかトップチームの監督、特に J クラブでは全く結果が出ない。天皇杯優勝以外全く、特にリーグでは一回も結果が出たことがない、そんな方なので、残り11試合のサバイバル、果たして生き残れるのかというとかなり厳しいのかなというふうに思ってます。はい、いかがだったでしょうか。ぜひぜひチャンネル登録、高評価、そしてコメントお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。